今回の現場ですが JR がま駅からおよそ2.7キロ離れたところにありますあの伊藤さんの中継でも今ありましたけれども山合いでみかん畑が広がっているような場所ということです、うん、こちらの現場を上空から写した写真がこちらです左側が土砂崩れの前右側が土砂崩れの後ですが、はい、もともと 三棟あったようですが、土砂崩れによって、アンベレさんも,も。変わってしまいましたね、はい。そうです。相当その土砂の勢いが強かったっていうのは想像できますし。はい 木が、ね、上からこう流れてきている、うん、それから竹なんでしょうかね根こそぎ流れてきたという感じなんでしょうかあの先ほどの伊藤アナウンサーのレポートでもみかん畑が裏山に広がっていたということなんで、まあ、その辺はは、ね、どう関係があるかというのはこれかからの話かと思いますでは今回の土砂崩れ時系列にまとめました。はい、昨日午後10時過ぎ 土砂崩れが発生したと自身も巻き込まれた長女から119番通報がありました。夫婦長女次女長男の5人が巻き込まれています。今日午前0時21分に長女が救助され軽傷。 午後10時16分に次女が救助されましたが重傷ということですそして午後2時4分に妻が救助されましたが意識と呼吸がないということ現在は夫と長男を捜索中ということです今お二方の捜索中ということですよくこういった災害が起きますと72時間がキーポイントだっ言われますけれどもまあ24時間 まだ立っていないということですので、ね、なんとか無事にいていただきたいと思いますし二次災害ないように祈りたいと思います。